今度は吸えないと困るので、レギュレーターセカンドステージね、メインとオクトパス吐けるし吸えるし、パージをしても空気が出てくるぜっていうのを確認します。オッケー。はい、じゃあ一番最後、あともう一個チェックしなきゃいけないことがありますね。何でしょう。忘れちゃったらファーストステージから出てるホース全部確認したかなということで、それですね。 BC にちゃんと空気が入るかどうかを確認します。ホースの根元の下膨張防止弁がプシューというまでパンパンに膨らましましょう。さあ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 、穴が開いてたらそこから漏れちゃったりとかね、しますから、必ず BC が膨らむっていうことを確認します。はい、これで OK です。